疲れ様です。お疲れ様です。 BAC チャンネルです。お帰りなさい。緊急的にちょっと仕返しをしようかと思いまして。何ですの。広報に20個の質問コーナー、イエーイ。こういうの向いてないと思うけど大丈夫か。ちょっと身ぐるみ剥いで素っ裸になってもらいましょうかっていう。広報ボスだね。今日は裸になってもらうぞということ。まあちょっとライトなやつでいい感じやったらパート2また撮らせてください。あ、じゃああれか、浮気はしたことありますかとかそういうのはないってことね。ジャム的なやつです。はい、どうぞ。BIC チャンネル。じゃあ第1問、はい、出身地はどこですか。生まれは大阪ですよ。大阪市淀川区やったかな。僕ね、自慢じゃないんですけど、出身といえば出身になると思うんやけど、おばあちゃんが、母親のお母さんがハーフなんですよ、うん、アメリカ人のインディアン系なんですけど、だからおばあちゃんがマリア・セセボ・坂本っていう名前なんですよ。だから母親が世間でいうクォーターになるかな。で、俺が名もない。8分の1 16分の1とかになるじゃん。あ、それで鼻高いの。そうそう、だからこの辺だけアメリカ人入ってる。ここだけ。そうだったんだ。そうなんですよ。整った顔してますもんね。いや、そうでもないです。全部整形なんで。え、全部。目の下だけ。そうそう、クマ取ったね。じゃあ第2問、趣味は何ですか。趣味最近ないよね。趣味、仕事やな。趣味一番あかんパターンやねんな。経営者としては本読んだりとかは、まあ週に何回かは家で。じゃあ読書じゃん。読書っつっても業界雑誌とかそんなばっかり読んでるけどね。ほんまに仕事が趣味みたいな、うん、そう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 。じゃあ休日も結構そういう仕事関係の。だって部長が知ってると思うけど休日ないやん。俺部長もそうやん。そうです、ね、うん、日曜日も国家資格の講師の講習行ったりとかしてるから。え、じゃあ仕事お疲れ様ですって帰った後は寝る。寝る寝る寝る。そう、飲むのが趣味ってわけで。あれ趣味になる。趣味じゃないか。あ、飲むのは用意ってね。週にやっぱ 2,3 回はお客さんとか関係者の人、保険関係の人とか弁護士の人とか、あとはの関係の、あ、これ言わん方がいいかな。ピー入れといてください。の人たちとご飯行ったりはするかな。それもだから仕事の一環なんよね、結局。ビジネスパートナーっていうか、そういう人と、まあ、いろんな情報交換したりとか、そういう時間は好きやけどね。じゃあ仕事と離れてる時間って本当寝てる時ぐらいってこと。そうやね、寝てる時ぐらいね。じゃあ第3問、特技は何ですか。続けることは得意かな。最近の子って言ったら怒られるかもわからんけど、結構なんか飽き性な子多いやんか。なんかちょっとやってみてダメだったとか、うん、そういうんじゃなくて、こう結構継続的に何でも一回やったことはできるだけ自分が納得するまでやってみるっていうのは多分人よりは長いと思う。見切りをつけるのも確かに早いっていう。そうそうそう、ね、うん、YouTube もそう。そうですね、一回やるって言い出したらもうとことんやるでしょ。中途半端にやるのが嫌いやから、うん、なんか YouTube でよく同業者の人と喋ってて、よく続けれますよねとかよく言われるんよ。あれってなんか学校行ってるんですかとか、まあ、雇ってるんですかとか。でも最初の3年間ってずっと自分で撮影して自分で編集してたやんか。今でこそスタッフ2人おるから、うん、撮るだけになったけど、やってるけどね編集結局、うん、でもやっぱ最初って全然伸びひんやんか。なんか再生回数10とか全部自分やろうなみたいな。あ、部長やろうな今の1回とか。もうそんなレベルやで、みんな大体諦めるよ。あ、やっぱ無理かなみたいな。だって何が伸びるか何が受けるか分からへんやんか、はい、でもそれ答えないやんか。だから何でもそうやと思うけど、答えがないものに対して自分なりにここまではやるぞみたいな。だから最初に10万人って言ったでしょ。もうすぐ10万人いくやんか、はい、あ、ごめん嘘ついたな。3年ちゃうか、1年か。1年で3万人ぐらいいったやんな確か。で今3年目やんな。だから3年目にして10万人だから3年やって3年前に掲げたゴールが見えてきたやんか。とにかくそこまではやる結果論やんか、うん、3年でできたっていうか。10年かかる人もおるし5年かかる人もおるし1年とかでやっちゃう子もおるやんか。期間の問題とかセンスの問題で、だから自分は3年かかったっていう、それが自分の中での結果だから、途中でやめたりとかいうのは嫌やなって思う性格。横にいてて、私社長からストイックさってかなり鬼のようにやってたよ。もう休みの日も夜中までやって、誰よりも早く来てここでガチャ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 ずっとやってたやろ、はい、あれがだからどこまでできるかって人によって違うと思うけど、自分はもうこれって決めたらもうそこまでは全力投球でやる、何でも。それが特技かな。特技、特技。なんか思ったのと違うのが出てきたけど。キックボクシングはどうなんですか。キックボクシングこだわるな。視聴者の人興味ないで俺がキックボクシングやってたの多分絶対。なんかそこめっちゃこだわるけど、キックボクシングはだからあれでしょ、部長が知ってる限りと。台風21号で俺辞めたのよ。そうですね、忙しくないですね。もうめっちゃ会社が忙しくなって、ちょっとさすがにできんわってあそこ辞めたの覚えてんねんけど、はい、だから3
年ぐらい続けたんじゃない結局、はい、週7日あってそのうちの週5行ってたよね、はい、週3ジム行って週2キックボクシングジム行ってそれも最初別になんか選手になろうとかじゃなくて体動かしとかないと年行った時に後でガタ来そうやなと思ったからでボクシング昔やったことがあったからキックボクシング面白そうやなと思ってたまたま近くにあったからっていうので行ってそしたらそこのコーチに君は選手になれるっつっていきなり選手ダイエットコースそのいわゆるキックボクササイズみたいな簡単なライトのやつ月1900円とか、 なんか3000円とかなんかそんなやつでも週2みたいな2時間とかが気づいたらコースの金額はそのままでかっちりその5時間コースに入ってたって気づいたらスパーリングしてたからね有望や君はいいっつってだ先生も多分俺のストイックさに気づいたよなだからそこでのめり込んじゃってまあ試合出てもいいかなみたいなそこまでコーチが言うんだったらみたいなんでやってたけど結局台風で21号があれいつや結構前よねもうあ2018年6年前のあれでお客さんの車がもう8割方やっぱり大阪が一番何被害が多かったから、うん、とにかく7割8割がなガラス割れたとかミラー飛んでたとかいうのでもうそこからすごい忙しくなってちょっと行ってる暇ないわっていうのでやめちゃったけどねそこから10キロ以上太ったよもうしないのもう今はいいかなYouTube とかやってるし無理だわ国家試験の講習とかやってるし、ね、今すごく忙しいもんね、うん、じゃあ第4問、はい、初恋はいつですか初恋俺遅いよ多分中3、うん、リアルに好きって告白しましたこれどっちが先出てるか分からんけど部長と一緒俺も好きって言った子が好きでしたってなっておー多分逆やったんちゃうかな好きって言ってきたんじゃないか女の子から、はい、すごい混ぜてる子で、うん、で俺も好きって言ってたから友達に、はい、付き合ったらいいんじゃないみたいな周りがへえつけつけみたいな感じなるほど4問やったんですね、はい、じゃあ5番子供の頃の夢は何ですかラーメン屋ラーメン屋、うん、しかも屋台の家の近所ラーメン屋があってよく行っててそこの大将がかっこいいなラーメン屋さんか想像つかないな、うん、じゃあ次第6問自分の性格を一言で表すとさっぱりせっかちしてくると思ったのさっぱりせっかちさっぱりせっかちじゃあ第7問今までで一番逃げ出したいと思った出来事は何ですか逃げ出したい結構ストイックで逃げないタイプじゃないですかだけどその中でも一番逃げ出したいってなった出来事あんまないけど一番なんか覚えてるのが小学校6年ぐらいに音楽の学年発表会みたいなのがあって楽器に全く興味なかったから当時、うん、音楽とかにもなぜか分からんけどトライアングルチンチンって鳴らす役を仰せつかって、はい、チンって鳴らすタイミングがマジで分からんくて、はい、で最後の最後まで分からん状態で大ホールみたいなところであって分からん状態ほんま逃げ出したくなったこんな未完成の状態で降りたかみたいな母親に泣いて相談して出たくないみたいなやったらあなってトライアングルのチンなんかなっててもなってなくても分からんから行ってきたらええわって言われてあそういうことと思って適当にチンって鳴らしてたそれは今でも覚えてるわめっちゃまた意外なところが出てきたじゃあちょっとなんか似てるけど、うん、8問目今までで一番怖かった経験は怖かったズボンの中からムカデが出てきたことあそれあれはほんまに怖かった動画にしたくらいもんズボンの中からこんなムカデ出てくることあるかでかで出勤中にしかも車運転中にやであれはめっちゃ怖かった運転中っていうのが、うん、焦ったね逃げれないもんねそう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 第9問、うん、子供の頃好きだったアニメとか漫画とかありますかサッカーやってたから小学校の時、うん、キャプテン翼有名漫画ですね、うん、のどこが好きでしたなんかありえへんボールのシュート打ってたりとかなんかトルネードなんたらシュートとか学校で練習してたな絶対打たれへんのにあんな炎出るようなシュート運動場にこう白線引くやつあるやんガラガラガラってあそこにチョークのなんか粉みたいに入ってるやんか、はい、あそこにボールバンバンつけて、はい、それをそのまま小麦粉みたいにつけて、はい、それをそーっと置いてシュート打つとバーンって煙になるからそれで遊んでたエフェクトつくねじゃあ第10問、はい、どんな音楽が好きですか音楽は何でも好きやけどね、まあ、強いて言うならレゲエかな、なんかふっと聴きたくなるのはレゲエとか、あれ古いやつやでめちゃめちゃブルースレゲエジャパニーズレゲエジャパニーズレゲエではないね歌手はボーバレーかな、じゃあレゲエ好きだったら次の質問なんかあるってなりそうじゃあちょっと私の質問と一緒なんだけどナンパしたことありますかナンパはあるよめちゃくちゃどんな感じで行くんですかでも気になったら声かけるすいませんお茶しませんかってそういうんじゃなくて、うん、バーとかが多いんやけど飲んでて横で気になる話してる子がおったら、うん、話しかける喋ってみたいなと思ったら喋るからそれがナンパじゃないやめたよくだからナンパされるよ俺今でも逆に、うん、喋ってくる盗み聞きするわけじゃないんやけど
面白そうな話してるとさ、うん、ちょっと向こうがその話題が終わってシーンとなった時にちょっと話しかけたりすいませんみたいな、ごめんなさい、そういうの求めてないんですよ、可愛いなとかちょっとどうにかなったねみたいな、こっちは好感度アップ狙ってんだよあかん、そんなあかんやん、スパラカにするって言ってるのにないの顔で、ある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 よ、あるよ、若い時ね、うん、めちゃくちゃあるよだいたい声かけたら彼氏おんのよな、あで彼氏おるんですよって言われたらまた余計にななんとかそこみたいななんとかそこ、うん、粘るタイプなんです、粘る粘る BIC チャンネル、じゃあ次ちょっとガラッと変わって、うん、一番大切にしてるものは何ですか、大切にしてるもの、感覚、部長にも言ったことあると思うけど、これおかしくないって言えるのは大切にしてる、気づける能力、そうそう、部長によく言うでしょ俺、はい、なんかそれおかしくないですかって普通に言えるようにしとかなあかんでって、どんな時でも疑問を常に持てるように、うん、そう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 、今はそれがなくなりつつあるからね、若い子とか何でもネットで情報手に入るから、確かに当たり前のように入ってくる感覚からそういうの見つけるのって難しい、うん、特に同調性が強いから日本人は、はい、もうみんなが言うんだったらみんなが正しいんやろうみたいな、そうじゃなくて自分がおかしいなと思うことをすぐにその場でこれちょっと待ってください、おかしくないですかって、ズームでも会議でもどんなとこでも普通に言えるような感覚だけは大事にしてる、最近は特にそれがない人が多いから、私もこれは大切にしていきます、うん、わざわざ思うようなもんでもないんやけどな、こういうことって次第15問、自分の好きなところは、面倒見がいいとこかな、あー確かに16番目、自分の嫌いなとこは、面倒見がいいとこ、え嫌いなところも好きでもあるし嫌いでも一体化してる、線でもええのになーっていう時もあるから次、いつか挑戦したいことはありますか、いっぱいあるけど、まあ、簡単にすぐ叶いそうなやつで言うと、うん、岐阜のピットワンの岩田さんとブレイキングダウンで戦う見たい本人も言ったことあるんで一緒に出ましょうよ岩田さんも OK してたよ、うん、出てるみたいな大阪の板金投手のおっさんと岐阜の板金投手のおっさんが喧嘩するって需要ありますかねってないやろって一瞬で終わった、めっちゃ個人的に興味あるけど見たい、叶ってほしい、じゃあ次、もし1億円あったら何しますか、1億あったら何するやろ、何にもできんのじゃん1億あったら、あ隠すかな、嫁さんに取られるだって俺自分の貯金とか分かんないもん、何本あるか、全部嫁さんに任してるから、だからもし1億ポンって入ったら多分すぐ取られるから、とにかくマネーロンダリングしまくると思う友達の会社に入れまくって冗談ですよコンサル料みたいな、マネロン冗談ですよ、本当に冗談ですよ目がガチだったけどじゃあ次、今まででこれ許せないなって思った出来事は、これっていうのはないけど、部長と同じで結構忘れるからね俺も、嫌なことはただちょっと真面目な話すると、うん、僕も独立した時下請けの時代があったから、下請け扱いしてきた中古車屋さんとか、まあ、いわゆる元請けに対する俺への扱いっていうか、俺へのっていうより板金塗装、要はいわゆる下請け工場の扱いは許せないなって今でも思ってるね、俺が YouTube でギャーギャー言うのってそこやからね、根本的なベクトルって上から言われたりとか、どっかでやっぱり下請けでしょお前ら黙って時を安く出やるよっていうのあるやんか、いくら表面面仲良くしててもそこがやっぱり許せないね、でもそれがあるから今の、そうそう、それがないと多分俺ここまで青持ってたってギャーギャー言わんやん、みんなで一緒になって僕たちの職業は素晴らしいもんですよっていうのを、地位向上とか勇気はないけど、自分たちの仕事はねお客さん直接届けれるように努力すれば、元請けの人たちから外圧受けることもないでしょっていうのが僕の考えなんで、じゃあ最後の質問です、はい、こだわっているのは何ですか何それ仕事に対してってことじゃなくて、生きてる中でってこと、生きてる中でと仕事って、うん、じゃあ一個ずつ1個増えた仕事、お客さんの納得度にはめちゃくちゃこだわるかな、どんな A さん B さん C さんがいてもみんな結果違うやんか、板金塗装特にものづくり系っていうか手仕事やから、はい、誰がやってもそのお客さんのニーズに応える、100人おったら100人同じバンパー直してでも注文が細分化されるのを、同じバンパーって一括りにするんじゃなくて、半分はもうぼかしでいいんですとか、飛び石はもうこれはもうそのままでいきましょうとか、でもあるお客さんにとってはこの飛び石も一緒にできたら一緒に拾ってほしいんですっていう、それ細かいところをちゃんとお客さんと受け答えしてやる、仕上げるっていうのがこだわり、生きていく上のこだわりは健康、健康ってお前が言うなよっていうぐらい毎日酒飲んでるけどな、だからまあそうやね、体資本っていうのは常に頭のどっかにあるかな、毎日でも青汁とかサプリは飲んでる、欠かさずもう10年
以上飲んでる。飲んでますね。サプリとあの青汁とな、あとね、うん、あの水素水やったっけ。あ、水素水ね。あ、じゃあ20本じゃそんなに酸っぱだかにならんかったし、ちょっと高感度狙おうとしてるし。じゃあまたちょっと第2弾やりたいと思うので、今絶対伸びひんねこの動画。嘘。あればコメント欄で質問ください。はい、お願いします。はい、じゃあ締めお願いします。というわけでこの動画が面白かったと思う方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。というわけでいってらっしゃい。いらっしゃい。板金塗装業界盛り上がれ。チャンネル登録もよろしくね。